4月10日水曜日、エスパルス VS ガンバ大阪。そうですね、最初はまあゴールも決めれて、まあ、調子は良かったんですけど、だんだん出場機会がの中でなかなかゴールが得られない時間が続いているので、まあ、次もしチャンスがあるならそこでしっかり結果を残したいですね。そうですね、やっぱ去年に比べたら体も切れてますし、まあ、あと1対1っていうの駆け引きとかは去年よりは全然できているので、そういう部分では成長してますけど、まあ、でもやっぱまだまだもっとできることもあるので、そこをこれから上達していきたいです。点に絡むことがやっぱ一番ですけど、でもその前の組み立ての部分でももっとできると思うんで、そこでなんだろう、ワンタッチでリズムを変えたりとか、あとドリブルで仕掛けることもこれからどんどんやっていきたいです。いや、もうとにかく元気にやることが一番だと思うんで、それを常に持ち続けてやることと、やっぱたくさんの方が見に来てくれるので、その方の思いを込めてやっぱ毎日プレーしてます。4月10日水曜日、エスパルス VS ガンバ大阪。そうですね、やっぱ自分がジュニアユースの時に決勝を見に行って、やっぱ本当にあの舞台に立ちたいって昔から思ってたので、やっぱやっとプロになれたので、今のチームで今のチームメイトだったりと、やっぱあの舞台に立ちたいので、一戦一戦大事に戦って、まあ、勝ち続けることが大事だと思います。やっぱ次が大事だと思うんで、やっぱ立ち上がりから集中して、まあ、なおかつ、まあ、前からプレスかけることだったり、あとはやっぱ自分としてはやっぱ点が欲しいので、しっかり結果を残せるように頑張りたいです。点に絡むことだったり、まあフォワードとして出たら前線からのプレスだったり、組み立ての部分でもしっかり関わっていきたいですね。やっぱ小さい頃からあそこのピッチに立つことが夢だったので、まあ、本当にやっとこの間ピッチに立てて嬉しかったっていうか、やっと実感湧いたっていうか、まあ、これからが勝負だなって改めて思いました。そうですね、やっぱまた自分のゴールで勝って、あの勝ち録をできるように頑張りたいです。いつも熱い応援ありがとうございます。まあ、サポーターの皆様と熱く戦いましょう。応援よろしくお願いします。4月10日水曜日、エスパルス VS ガンバ大阪。